みなさんこんにちは。僕たちは福井県鯖江市立町小学校の5年生です。私たちが行っていたひまわり活動を3年生が続けてくれてとても嬉しいです。私たち3年生も福島の人を元気にしたいと思ってひまわりの活動をしようと決めました。5月に種を植えました。6月に草取りをしました。暑くても一生懸命頑張りました。夏には大きな花が咲きました。秋にはたくさんの種を取りました。手が疲れたけど頑張りました。この種を福島に送って福島の人に喜んでもらいたいと思います。